わあ、何にしようかな。どれも美味しそう。川原田さん。わ、期間限定メニューがおすすめです。期間限定メニュー？はい。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。やってきたのは鹿児島市山の口町にあるジーノ。鹿児島産の農畜産物地のものを提供する JA 鹿児島県経済連の直営レストランです。ジーノの期間限定メニューって何ですか？はい、そうですね、今ジーノでは鹿児島地産地消バルに参加して期間限定メニューを提供しています。鹿児島地産地消バル？はい。鹿児島市と霧島市が2月5日から3月6日まで実施している食べて応援鹿児島地産地消バル。新型コロナウイルスで影響を受けた県内の各生産者飲食店を応援しようというものです。 JA 鹿児島県経済連ではジーノと農家レストランタバワが参加。期間中使用できる飲食チケットでお得にお店の味を堪能することができるんです。ジーノが提供しているのがこちらがですね、鹿児島地産地消バルの期間限定メニューになります。美味しそう。こちらは、はい、いっぱい鹿児島の食材が詰まったピンチョスになります。でこちらの方のおすすめなんですけども、黒豚ベーコンと指宿産のスナップエンドウ、こちらの味付けとしてはちょっとこうシンプルなんですけども、ちょっとこう塩コショウだけで味わっていただきたいと。そしてこちらは、はい、こちらの方がテイクアウトメニューなんですけども、黒牛、黒豚、そして健康一番鶏、こちらの方ご家庭でこう堪能できるように一応考案いたしました。それでは試食タイム。店内限定メニューピンチョスの中からスナップエンドウと黒豚ベーコンをいただきます。スナップエンドウの甘みとベーコンの旨味がとっても相性抜群で美味しいですね。でまたこの塩コショウで食べることで素材の味が生かされてとっても美味しいです。続いてテイクアウト限定メニュー、ではこの中からローストビーフをいただきます。はい、どうぞ。柔らかいですねお肉の旨味がぎゅって詰まっていて、すごく脂もしつこくなくて、とろけてなくなってしまいましたありがとうございます。また農家レストランタワワもバル限定のテイクアウトメニューを販売しています。詳しくはホームページをご覧ください。お店でも自宅でも美味しい料理が楽しめるんですね。そうですね、期間限定ですので、ぜひ鹿児島の食材を使った美味しいお料理をぜひ食べに来てください。ここで番組からのお知らせです。家電グループ共通お食事券3000円分を5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。